さあ、物騒なニュースばかり入ってくる北朝鮮ですが、では市民の方どんな暮らしを送っているのか伝わってきません。ここからはキムヨセフさんに北朝鮮の普通の暮らしについて、たっぷり伺います。そしてピョンさんにも引き続きお付き合いいただくということで、お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、事前にキムさんから伺ったことを中吊りの形でまとめました。さあ、まずキムさん、この病院で薬は出してくれない、麻酔なし、入院するときは布団持参ってありますが、これは実際そうなんですか？キムさんおられたところは。そうですね、まあ、病院に基本的に医薬品が足りないので、もう大きな手術とかだともう当然麻酔はするんですけど、その麻酔の量がちょっと足りなかったり、あるいはちょっともうちょっとした怪我で何針ぐらい塗るぐらいだったらもう麻酔なしで普通にやったりするんですね。例えば保険とかっていうシステムはあるんですか？一応すべて無料なので。あ、そうか。もう一応無料なんです。無料すべてが。ただもうちゃんとした治療を受けられない、薬がないので、ちょっと僕としては、まあ、有料でも日本の方がいいと。そういうことですよね。お医者さんの知識とか看護師さんの知識とかっていうのはちゃんとしてるものなんですか？まあ、その時はちゃんとしてる、まあ、それしか頼りがないので、はあはあ、もうだと思っていたんですけど、はあ、まあ、ちょっと比較するとどうなのかちょっと分からないですね。はあ、でも病院はその町その町にあるのはあるんですか？ありますね。なるほど。で、入院でなったら布団持参して、もう必要なものを一応全部持っていくんですよ。で、ずっとたまにはそのお医者さんの食べ物も作っていかないといけないくらいで、もう看護師さんとかも。なるほど。でもしかしたらその質とか内容によって、もしかしたらもう施術のあれも変わってくるかもという。はあ。で、まあ、あとその海外からその薬とかが一応、まあ、国連から支援もあって入ってくるんですよ。はい、はい。で、それが、まあ、やっぱりお医者さんで病院で働いても給料がないので、それを裏で売ったり、でも病院で本当に使う時にない、使えなくなったりというのがあるんですよね。さあ、そして、洗濯の自由は基本なし、大半の人が給料もなし、憧れの職業はゴーカートキングファミリーのボディーガード。これはどういうことでしょう？まず選択の自由は基本的になしっていうのは、基本的にその北朝鮮に階級制度があって、はい、その農民と労働者っていう大きく2つに分かれるんですけど、はい、農民だと基本、まあ、生まれ、まあ、父が、農民だったら息子も同じ農業の仕事をやらないといけないんですよ、はい、っていうところと、あともう鉱山とかその鉄道とかすごいこう肉親的にきついな仕事ですと、それも同じく、まあ、ずっと2世3世も同じ仕事をやらないといけないんですね。ちなみにキムさんのお父さんは何されてたんですか？一応労働者だったので、まあ、ちょっとした自由はありました。で、この憧れの職業は、一応日本でよく知られてる、まあ、喜び組のことなんですけど、効果っていうのが、国家っていうのはその朝鮮労働党の、国家っていう部署があって、はい、そこが主にそういう喜び組とかそのキムファミリーの身近なところでこう仕事をやる人を選ぶところなので、はい、まあ、北朝鮮では、まあ、喜び組って言ったらわからないんですよ、一般人は、はい、あ、そうですか。あれ国家って言ったら、あ、国家っていうのはそういうところなんだっていう。ただ実際その喜び組ってっていうのも知らないし、もうそこで何をやるかも知らないんですよ、はい、国家って言ったら。ただまあその将軍様の身近なところで、まあ、そういう仕事ができるような、そういう存在なんだっていうくらいでしか。その五冠に、例えば労働者の娘さんが五冠に選ばれるってことはあり得るんですか？ありますね、まあ、ただ条件があって、はい、もう2代3代前の出身成分が良ければ、はい、でその次にもう体型の条件とかもあるんですけど、まあ、選ばれるケースもあるんですよ。はあ、でどこかでオーディションがあって、まあ、オーディションというか格好にこう回りながら国家の人間が、はあ、ちょっとこういう体型とかっていうのをもう探すんですよ。体型見た目が美しい、じゃあこの子って言ってスカウトするんですか？で、まあ、この子で決まったら一応調べるんですよね、はい、そのまあ、その家族の出身成分っていうのを調べて、それで問題なければ一応スカウトなんですね。はあ、
でやっぱりボディーガードも待遇がいいんですか。ボディーガードもそうですね、まずその平壌に行くこととそのキムファミリーがいるところで、まあもうその庭のなんとか仕事をやることでも一応、まあ、ボディーガードと同じ役割でなんで、まあ、そこに選ばれただけで、まあ、北朝鮮ではカモの光栄みたいな、みんなそういう誇りに思う人が多いんですね。いかにそのキムファミリーの近くに行けるかということが憧れなんですね。一般人から見たらそう選ばれただけですごいこうみんなを羨むっていうのが多いんですよ。なるほど。さあそしてこれ、ハリウッド映画も韓国映画も視聴は可能でも見つかったら、そのケースバイケースというか、はい、まあ、普段こう見る人が多いんですけど、はい、たまにこうキム・ジョンウンとかが見てその、まあ、結構流行ってるとかそういう報告を聞いて、まあ、すごい怒ったりすると、はあ、もう見せしめで、はあ、まあ、死刑になる場合もあるんですけど、リスクでかすぎるでしょ。リスクがすごいな。まあみんなを見たりするんですよ。もう実際こう取り締まりする、まあ、保衛部っていう組織もあるんですけど、はい、その人たち家族も見いるんですよ。ただそれバレないっていう前提で、ただそれがたまたまバレてその時にキム・ジョンウンがすごい怒った時期であれば、まあ、収容所に送られるか、まあ、死刑になるっていうのがさっきね朝鮮中央テレビで放送してるって言ってたんですけど、はい、テレビ局は1局ですか。一曲そうですね、はい、それは朝何をやってるんですか。そのプログラムといいますか、もうほぼプロパガンダですね。政治のことをずっとやってるっていう、ずっと、もう今回ミサイル撃ちました、はいはい、それでもうすごい、まあ、国として世界誰もがこう開発できない技術を持ちましたとかいうのを、まあ、一応話してます、はいはい、これ例えばハリウッド映画を見ようと思ったら何で見張るんですか皆さん。まあ、一応中国経由で入ってくるんですよ。なので、まあ、密輸なんですけど、ああ、まあ、それも、ハリウッド映画だと一応、まあ、見ちゃいけないものなんですけど、たまに北朝鮮で、まあ、アメリカの映画ではないんですけど海外の映画を一応、まあ、政府が編集してこう回したりするんですけど、はい、まあ、その場合ですともうほぼそういう、まあ、例えばこう19歳以下は見てはいけないっていうシーンとか全部編集してやったり、はいはいはい、で基本的にそれは海外の映画って見れるとしたら韓国に1回入って韓国で字幕入れたりこう吹き替えでこうやったのをこう北朝鮮に入ってきたら見れるんですよね。それ AV 機は DVD とかで見るんですか。 DVD ですね。 DVD、はい、なるほど。さあそしてスーパーやコンビニは存在しないチャンマダンで食料や薬を購入。チャンマダンっていうのは何なんですか。チャンマダンっていうのはいわばその市場なんですけど、はい、昔はなかったんですけどその食料配給制度がもうなくなってそれ以降やっぱりチャンマダンっていう、まあ、プツプツ交換みたいなでもう今までずっとだそこにいたらもう何でも買える普通の市場と同じ感じです、ね、給料ほとんどの人がないわけじゃないですか、うん、そのブツブツ交換にしても何を持ってって交換してもらえるんですか。でその農業だけやってる人農民とかだとお金がないのでまあ給料って言ったらそのまた農作物でもらうんですよ。でそれを持って行って売ってまた必要なものを買うような感じですね。はい。え、な普段何を食べてはったんですか。一応トウモロコシがメインなんですけど。メイントウモロコシ。もうちょっと余裕があれば白米になるか、はあ、そのご飯の色でちょっとこう生活の水準が分かるんですよ。これスマホ今映像では持ってる人映ってましたけどスマホの存在っていうのはあるんですか。スマホはスマホを一応聞いた話ではもう2割近くの人が使ってますというあ今現在、はい、あるんですけど、はあ、でもスマホって言ってスマホってネットがあるからこそそのスマホですよね、はい、もうネットでいろいろ検索できたり、うん、でもそもそもインターネットがないのでまあ、持っててもただ電話と中でもうスクリーンがついてる携帯と同じ感じですね。と、はい、いうことでスマホの手を成してないわけですね。もう一応我が国にもあるよというのはあるかもしれない。そういうことも見せるためにということで持たしてる部分もあるんですか。まあ、見せるため、まあ、一応海外のメディアとかにわざとそうスマホを使ってるっていうのも見せたり、はあまあ、一応北朝鮮の国内のメディアもそのメーカーもあるみたいですね、はあ、スマホを
ちなみにキムさんが、北朝鮮におられる時に想像していた日本と実際来られた日本というのは大体合致してました。全然違うものでした。想像って言っても物を、まあ、日本製の中古のものとかそれでしか想像ができてなかったので、まあ、どんな国かっていうのはもう全くこうなかったんです。ただ工業が進んですごい品質いい、いいものを作ってる国っていうのはありました、その時は。例えば授業で他の他国のことを勉強したり、はい、アメリカはこういう国ですよ、イギリスはこうですよみたいな授業はないんですか？あ、それは一応ありますね。反帝国主義というかということで、アメリカと次は、まあ、日本もそうですし韓国も敵ということで、はい、まあ、過去にもいろんなこう植民地次第に、まあ、靴を与えたとかという教育はあるんですけど、まあ、まあ、その通りだともうみんなこう日本っていうのは憎む対象であってするんですけど、実際一般人のレベルではやっぱり使ってる生活に必要なものって日本製の家電もあるし、あと自転車も結構多いので日本から渡ってきた、なのでそれを見ると別に学校の教育とは別に日本っていう国に対するそのイメージっていうのが日本製はいいとかそういうイメージ持ってる人が多いんですよ。あ、そうなんですか。はで、これ、贅沢、美味しいものを食べお酒を飲んで海外映画を見るのが贅沢だという話ですけど、お酒っていうのはこれはもうあれですか、密造酒ですか？みんな、そうですね、まあ、各村にそれだけ作って販売したりする家があって、はあ、まあ、主にそういう家で買って飲むのが多いんですね。はあはあ、じゃあ酒屋さんというのは存在しないんですか？ないんです。昔、ちょっと豊かな時は、はあ、その食料品の工場があってそこで、まあ、醤油とか味噌とかそういう、まあ、焼酎も作ったりしてたんですけど、まあ、国の、まあ、その経済システムが完全にも崩壊してほぼ個人が作って販売するようなですね。あれで、まあ、その日本ではもう麦とかが多いと思うんですけど、はい、北朝鮮では焼酎の材料って言ったらトウモロコシか、どんぐり2種類です。どんぐり、どんぐり、どんぐりもあるんですよ、山から取って、まあ、それは別にもう取り締まりの対象にならないので、まあ、トウモロコシは食べ物がないのでそれを作ると一応取り締まり対象にはなるんですけど、どんぐりとかだと別に山のものなので、はあ、自然に落ちてるもんやからということ で、うん、そうですね。ちなみに味はどうなんですか、どんぐり焼酎。人によって違うんですけど、日本の芋と麦の違いみたいに、それ好きな人もいれば、うん、好みでちょっと。じゃあ美味しいわけですね。僕はそんなにおじ焼酎の味そこまでちょっと詳しくなかったんで分かんないですけど、飲んでる人はとんぐりの焼酎が美味しいとかいう人がいました。あ、そうなんや。さあ、いろいろで、でかみちゃんどうですか、何かせっかくなんでね、質問とかあれば。でも本当に根本的な質問で申し訳ないんですけど、それだけいろんなものセーブされる中でやっぱり映画が見たいとかお酒が飲みたいっていう、そのなんでそれを知ってるのかって言ったらすごい失礼なんですけど、それが娯楽だっていう概念はどこから生まれてるんですか、どこから入ってきて。やっぱりその海外からそういう密輸とかやってる人で、まあ、いや海外で楽しむものっていうのが、まあ、こういう映画見たり、まあ、それ以外のいろんなコンテンツを楽しむっていう、それをしてて、まあ、せめて北朝鮮でもそれでちょっと入れてみるっていうのが増え始めて、で最初は国境地域だけが多かったんですけど、その次もう北朝鮮、まあ、全土にどんどん広まった、はい。松田さんどうですか、何か聞いてみたいこと。今物が足りないって言ってるけれども、まあ、今コロナとかで渡航ができないけれども、在日朝鮮人の人たちが里帰りしたりするときにたくさん物持って行ったりとか送金したりとか物送ったりとかしてきてるはずなんですけど、そういうルートでこういうおいしいものが来ましたよっていうのは、そういう体験はありますか、聞いたことは。やっぱりちょっと北朝鮮の一般人と在日って、まあ、その在日もちょっと豊かな人もいれば貧乏な人もいて、でちょっと そこまで交流っていうのがないんですよ。で、まあ、一応いろいろ話は聞くんですよね、まあ日本、まあ、彼らが着る服も日本製が多いし、
ほぼ日本からの、まあ、送りのものが多いんで、それを見るとそれだけでもちょっと日本っていう国にいてみたいっていう豊かだなって分かるんね、っていうのもあるんですよね。まあ、それだからその日本のイメージを作ったのは在日といってもちょっと過言ではない。なるほど。昔はもうほぼそれがまあ日本っていうイメージを作ったので、ね、うん、恋愛とかっていうのは自由なんですか？一応自由にはできるんですよ。もうあの好き、まあ、同じ職場で、まあ、好きであれば、まあ、一応告白したりするんですけど、ちょっとあんまり日本で、まあ、こう想像するちょっとロマンチックな告白じゃないんですよね。ちょっともう言うとしたらもう、まあ、北朝鮮何でも革命っていうのが使われるので、まあ、好きな女性の前で革命の戦友として受け入れてくださいとかようなそっちの方が全然ロマンチックな感じしますけど言葉としては、まあ、そういう日本で思うそういうなんだろう、男性から女性から見たらそのスイートなそういう言葉じゃないんですよ。あ、そうなんですか。まあ、もうそもそも愛しますとかっていう言葉も普段は使わないし、まあ、愛って言ったらその将軍様から人民に対する愛っていうそれしかない。あ、そういうことか。愛はもうそっちなんや。まあ、一般人同士でこう、まあ、恋愛したりするときに愛しますとかっていうのはあんまり聞いたことがないんですよ。はあ、本当に脱北してそういう、まあ、映画とかでよく見てそんなこと実際使うのかって思ったら実際使っててちょっとそれもショックだったんですけど、すごいな。やっぱりこうあれなんですか、序列としてはやっぱ年功なんですか、年なんですか、それとも階級で年下であろうがあそこの家柄がすごいから上だとかっていう感覚なんですか？もうその人によるし、まあ、そうですね、もうその階級、多分そのあんまりにも階級が悪い人もあるんです、北朝鮮社会の中では。ああ、そういう人投資ではちょっとなかなか交流っていうのもないし。そうか、交流自体がない、はい、それだけでいい？はい、よく将軍様が現れ白馬に乗って現れたりするときにその周りの村の人たちがもう泣きながらあーってやってはるじゃないですか、はい、あれってそんなにそうなってんのか、ある程度こうやってください、演出の元カメラを回してるのか。いや、実際そうやると思うんですけど、もうそれがわーってやるんですか、やっぱり指示するからと言ってやるよりは、一応自然的に、自然的にみんなが泣くとみんなこう自然的にこう泣いちゃうっていうか。そうなんですね。昔そのキム・イルソンが亡くなって、はい、もうすごいお人がもう首領様が亡くなりましたということでもう泣いたりしてたんですけど、僕はもう死んだからどうでもいいんですけど、そこにいたら自然的になんか悲しくなりましたね。それ亡くなったことが悲しいからじゃなくて、ただもうみんながこうすごいこうボーッと涙流しながら出て、そこでもう自分ももうなんか自然的に。いや、これはなかなか聞けない本当貴重なお話を、キムさんありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。